はい、皆さん、僕らちゃんこみちんです。今日はですね、ウームキャンプ部のテント設営編ということで、今からね、キャンプ地につながる道をですね、今から掘っていくんですけども、で早速ね、もう現地の作業員の方がですね、黙々と、やってくれてるんですけども、どうですか今日の雪は。ちょっと水分含んでてね、はい、今1メートル進みました。ええ、現場からは以上ですね。やばいっすねこれ。ふざけんな。ちょっと代わり番号でやっていくしかないですねこれね。はい、さあ、コミチン深さテイク。僕はですね、雪国生まれですので、雪の深さマイスターと、はい、いう資格を持ってまして、ちょっとじゃあ、今日のね、雪の深さをですね、ちょっと、調べていこうと思うんですけど、はい、ああなるほどですね、深さを、はいはい、はい、非常にアナログなやり方なんでね、皆さん真似しないようにお願いします。はい、はい、お願いします。軽くなったって飛ぶんだろうな。ポーズポーズポーズ。意外と沈まない。意外と。やっぱね、北陸の雪はちょっと湿気潜んでるんで、めっちゃ固 い。思った以上に湿気潜んでね、うん、硬かったという感じで。言うほど、はい、いや、ダイブしました。言うほど沈まんかったっていうあれでしょ。ほんとっすね、コミチンでそんなもんか。うん、大したことない。こんなん掘れるんすか。いや、しんど、またしんど。で、この間スノボ行ってしこたまケツを打ったんで、今のでね、ちょっとお尻に衝撃が来てちょっと痛かったな。まだ母さんのマグニーがね、雪かきしてるんで、僕も真面目に参加したいと思います。一応ね、なんか同じ A ばっかりになるといけないんで、僕は多分雪かきのシーンはね、自分のチャンネルでそんなに撮らないかもしれないですけど、ちょっとじゃあ作業に徹したいと思います。コミチンさん、みんなマシャウマコミチンチャンネルへようこそ。これがね、はい、マシャウマのようにこれ働くからね。これがね、やっぱ26キロですか、ええ、痩せた男のね、そう、カロリーの使い方ですよ。膝腰の、ね、使い方がやっぱ掘った跡がやっぱすごいでしょ。うん、いや、もうドラゴンボールとかでも、うんうん、なんかリストバンドドシーンとかやるじゃないですか。あ、リストバンド外してドシーンみたいな、それそれやった後の体なんで、はい、軽い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 。ほな、ちょっと喋らずにちょっとあっこまでガーッと行ってもらいましょう。お願いします。それでは無酸素コミチンで、はい、レッツゴーゴー。いや、道ができたんで、すごいね、フラクラ完了、フラクラ完了です。はい、コミヒンさんはこの奥ですね、はい、あ、どうぞどうぞ。この奥の広いところに、はい、ジョワーンって今からすごいの建てますんで、なんみんな今から掘り対決ね、無言の掘り対決。あと30分で暗くなるから、はい、待って待って、日の入り時間、今日の日没時刻は17時に、まだ40分あるわ。いや、でも山ですからまたちょっと、はい、ちょっと不利ですね。もう暗いんだよね、上、実は暗いのよ。ほら、ほら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 。もう違う、ちょっと掘って、これ掘ってみ、はい、これで、下、ちょっと掘ってみ、もう芝生出てくるから、これ芝生ちょっと掘っちゃった、もう浅いとこ、あ、コミチンの足元とか掘ってみ。芝生、本当にあるんですか、これあるって。ここ、会長がある、ほら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 、ほんとだ、芝生出てきよ、ほらペグ打てるね、ほら、打てるよ、ほら。母さん、冷たくなって地固まってるよ、俺。膝より上、太もも。待って、これ積雪何センチあんの、これ。これすごいよ。ちょっと測ってみてよ、マグニ。これかなりあるよ。マグニ、上見て。20、40、50? 50、50やって、まだ。55とかそんなもん。うん、こんなもんやわ。いや、めちゃめちゃありますよ。ということで、はい、頑張っていきましょう。早くに回しますか。
ね、そうですね、ね、もうこんなもんは早送りですね。はい、頑張りましょう。ブラクラじゃあやっていくで、背中しかもう映らんで。いいこと思いついた、いいこと思いついたぞ。ここにテントを建てると見せかけて、今から僕は一人で鎌倉を作ります。カズさんとマグニーに気づかれないように鎌倉を作ります。それで行こう。もさあ、ちょっとね、暑かったんで、母さんに習って、1枚ですね、男は黙って1枚で雪かきせいと。じゃあ、やっていきます。当たり前よ。すげー、小池の今日。そう、僕鎌倉作ろうとしてるんですよ。嘘失敗してるのか。はい、失敗。え、失敗。失敗してないですよ、今そのように今。でも上は上、上どうしましょうね。え、鎌倉作ろうとしてんの。上ってどうやって天才。いや、山作って掘り抜くしかないよ。山を今からじゃあ作り直しまーす。頑張れ。これじゃ鬼大変よ。本当ですか。あと夜どんどん落ちてくるで、カチカチじゃないと。頑張れ。怖いと思う。あ、上にテント敷く。カズさんの板借りればいけないですか。あー、コンパネ。いいよ、降ってくるかな、雪が。それだけ欲するね。コンパネ、やっぱね、屋根が必要ということで、その上に積んでいくのか、雪は。マヌカメラマン。こんな感じで、屋根を作っていきたいと思います。いや、重たい。もう一枚持ってた。これが鉄柱ジャンプか。分かった、はい、これはですね、もう今からもう縦に長い鎌倉を作るしかないですね。ちょっと今広く作りすぎて埋める方が今大変なんで、もう一回ここから向こうに道を作ってですね、僕がスポット入るだけの、みんなテント張ったら手伝いに行こうって僕がスポット入るだけの鎌倉を作りたいと思います。寝るつもりないでしょ、あの人。じゃあ寝ますよ、寝ます寝ます。まだからね。じゃあ今からちょっとここに新たに作っていきます。よし、いい感じにくぼみができたんで、うちのところより広いぐらいよ。広いね。これでいこう。OK、 4枚ね、コンパネ置けたんで、この上にグランドシート敷いて、もう雪をバーッとかぶせたいと思います。どうしような、これでもグラウンドシート敷くともう下がなくなるから、
ちょっと下の雪を全部取り除いた方がいいな、先に。ね、この寝るとこだけなら、まあ、いいでしょう。こんな感じでいいでしょう。じゃあここをこんだけねできましたんで、一応高さは伝わるかな、腰ぐらいのね高さまで確保できたんで、これでここからグラウンドシートをもう一回ちょっと画角変えようか。よし、じゃあやるか。オッケー、じゃあここにもうひたすら雪を乗っけていこう。はい、というわけで、鎌倉のね、中ができました。一応僕が入れるぐらいの、奥行きはあるんで、ちょっとね簡易的な鎌倉ではありますけども、じゃーじゃん、奥行きこんな感じですね。ちょっと向こうから撮りますか。よいしょ。まずは、グラウンドシートですね。よいしょ。オッケー。あーすごい。こっちがね足になる。うん、こっちが足になります。寝袋をねじ込む。ちなみにですね、今日に限って2人用のでかいやつ持ってきちゃいました。でかいテントで寝るつもりだったので。母さん、はい、できました。ちょっと顔がポコニャチはしてますけど、雪を食べながら寝るっていうスタイル。板もうないの？板もうないんですよ。これはですね、いや、なんかサバイバルですね。ビニールかぶせとく。ビニールこうってなる、こうってなる。ビニールだけかぶせたら、蓋したらもう完璧だね。でもそうですね、うん、いや、これはいい寝床でさ、入ってみたら、コミニーさん、これ入った？そうですね、まだ入ってないです。入ってみねえよ、一旦。はい、我が仕事に一旦、うん、一旦入って。意外とアナグマだよ、これ絶対。冬眠中の、いや、切り返せないって、さすがに。ごめんな、切り返せないって。あ、でも、いや、でもじゃないよ。母さん、でもこれ、あ、奥がだいぶ広い。意外と、ほら寝れるわ。雪かかってるから、これ。すでに雪かかってるから、これ。寝れるわ、これ。雪かかってるから。ちょっとごめんな、これ、はい、今ほら見てよ、もう雪今降ってきてさ、はい、かかってんのこれ。だから蓋だけしておこうね、今。蓋だけ、蓋、そうっすね、なんか蓋探すから今。ちょっとあと、ここが垂れてきてるのがちょっと怖いんですよね。こんもり、こんもりめっちゃ垂れてるやん。ちょっとコンパネが足りなかったですね。はいはい、こんなことになるとは。はい、垂れてるやんと。はい、はい、いやでも、はいはい、寝れる。あとちょっと、あとちょっと。いいな。はい、というわけで、あとのね、締めの作業は動画会で、はい、ちょっとやっちゃいましょう。はい、とりあえず
寝れる気はする。はい、はい、ということで、カズさんのね周りにはちゃんとテント立ててますので、はい、そちらもまたぜひ見てください。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。